皆さんこんにちは、前田クスです。今日はですね、質問背景美塾はお休みしてですね、こちらじゃん、僕が書いております前田クスの背景萌えという本の紹介をしてみたいと思うんですが、こちら全国書店さんで発売してるんですが、実はですね、これまあ単行本になってない、書籍化されてない内容っていうのもありまして、こちらじゃん、コミックレックさんに連載しております背景萌え、ちょっと最近は休載気味なんですけども、こちらですね、コミックレックさんの今年の2月号に掲載されました窓の処理萌えっていうのを今日はちょっとご紹介してみたいと思うんですね。窓の処理萌えって何よという感じがあると思うんですけども、ではね、ちょっと見ていただきましょう。窓の処理萌え、バシン。はい、で、まあ、こちら窓の処理萌えっていうのをまとめたものなんですけども、コミックレックさんで連載したものに色をつけてね、今今回まとめ直したんですが、ね、これ、まあ、いろんな作家さんがいろんな処理をするんです。まあ、具体的に言うといろんなアシスタントさんがいろんな処理をするわけなんですけども、まあ、その中でよくあるタイプをこうやって3つの属性に分けてみました、ね、ベタ属性、斜線属性、トーン属性ね。で、まあ、こういう風なものを意外に知っておけると便利だったりしますので、ね、皆さんにこれ見ていただこうと思うんですが、まずは上の方、今回の背景萌え趣旨が書いてあります、ね、窓の処理萌えってのがありますか、ね、意外にこれ悩むもんなんですね。悩んでしまった時にこの引き出しが欲しいんです、まあ、その引き出しを今回は、ね、皆さんにいろいろと、あ、こういうのもあるな、もしくはご自身なりのアイデアにつなげていただければと思うんですが、まずはちょっとこれよいしょ、ね、窓の処理をするときにですね、まあ、大前提として場面によって変わってもいいですし、距離によって表現を変えてもいいです、ね、まあ、例えば真っ白でもいいし、こんな感じでベタでもいいですよ、ね、まあ、大前提として何でもいいというところでもあるんですね、まあ、ただ作家さんの中には、いや、私は窓はこれっていうのは決まってるもので、まあ、それをちょっとね求めてみました。じゃん、まずはベタ属性です。よいしょ、こんな感じでいいでしょうかね。さあ、まずはベタ属性です。で、まあ、一番多いのがこれですね。 おすすめナンバーはなんとなく影で、なんとなく影でこれですね、これこれで、これ何なのかはわからないんですけども、もしかしたら、まあ、ブラインドなのか二重サッシ的なものなのか、カーテンなのかに映り込んで、まあ、光が当たってくるのでここが影になっている、ね、まあ、影が映っている感じなんでしょうね。で、そうした時にこの上の方を少し広くしてあげるとそれっぽいです、ね、なので、まあ、特に窓っていうのを表現したい、ね、何もなくてもいいんですけども、何かしたいって時にはこういうベタで、ね、これ書いてあげるのもいいですね。で、これ変化球としてはこれですね、左右のこの幅を変えてみるっていうのも一つの手です。で、まあ、もちろんこれで全然いいんですが、まあ、これ理屈的に何かよくわかんないですけども、ガタって変えていくと、まあ、変化球にはなる、アクセントにはなります、ね、で、ただ気をつけてほしいのは、これね、パースが逆だとちょっとキモいですから、ね、なのでこう、ね、こっちの方に向かっている家の形なのであれば、まあ、こう光が落ちてくる感じ、まあ、これになると少しあれっと違和感は出てくるかもしれません。ね、さあ、で、さらにですね、まあ、これにトーンを追加するのもありですよ、ね、ここ軒先の影、まあ、光が、ね、影になってる感じなんですね。だから、まあ、何なのか分かんないけど、何なのか分かんないなりにこういうのも、まあまあ、派生形として出てきます、ね、さらには、まあ、これ真ん中にね、このベタのところにグラデーションを持っちゃう感じのグラデコーデ、ね、まあね、なんかこう初夏っぽい感じの、ね、グラデコーデいいんじゃないかなとってやつがあります。映り込みないかというと、これはですね、まあ、鏡的なものだと思っていただければなんですが、ここの日差しの部分が映り込んでいますよ。で、ここら辺は、まあ、光っているから反射しちゃってますよ。そういう映り込みの影なんてものもあります。ね、まあ、これ反射してますから、ほとんど部屋の中は見えてない感じでしょうね。で、もう一つ、これ何かと言いますと、部屋の壁に落ちている影、これ壁があって、ここに壁があって、壁に窓からの光がそのままパーッと差し込んでいってる。で、まあ、室内の影が見えてる、まあ、いわばこの場合っていうのは、これは室内は反射して見えてないんですけども、この場合はむしろ室内が見えてるという状態になりますね。
まあなんとなくこういう別亜属性だけでも分けられますね。まあ先ほど言いましたが、これ以外にももちろんあると思いますよ。でただこれね、まあ手前の方だったら観点変えてみてもいいよ。これにカスタムするっていうのもありですし、これ注意が必要なんですが、部屋の中から見た時、部屋の中から外を見ているような場合に、ここになんとなく影を入れるのは怖いですね。というのはこれはまあ影なので外側に影が落ちていくわけではないですね。でただこれが外にある出っ張っている壁か何かが見えているというのであれば、まあ一応問題はないんですけども、なんとなく影入れるのは部屋から見た場合はちょっと怖いです。さあ僕は有益だと思ってます。こうやってまとめてくれる人僕見たことないですよ。まあこんなこと言うとなんだこいつはなんねこう自画自賛かみたいな感じになっちゃうとよくないですけども、さあでもう一つこちら、ね、斜線属性書いてありますが、斜線を描く応答表現窓の記号、これはもう古くはね本当にもう手塚治虫先生の時代ぐらいか、もしくはそれ以前から使われてるのかもしれませんけども、ねまあ、僕が知ってるのはあの九太郎、お化けの九太郎でこの窓の斜線はもう表現されてます。で、でこの窓の斜線属性なんですけれども、若干ちょっと、まあ、古典的というふうに言う方もいるかもしれませんが、まあ、今も未だにたくさん使われます。週刊の漫画見てください。ほとんどこれ使われてます、ね。でまあ、その斜線属性というもの、またちょっと、ね、考えてみたところなんですけれども、基本形があります。基本形っていうのが、まあ、シャッ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 ね。まあ、特にこれが何かこだわりがあるかどうか、まあ、こだわり持ってる方もいらっしゃるんですけども、ただこれ、同じ幅にするとよろしくないので、なるべく細いのあったり、太いのあったり、まあ、そういったものを細かに入れてあげられるといいかな。ね、さらには、これ、ガーンと全部引っ張るのもいいんですけども、短くする、ショートバージョンっていうのがあります。ね、まあ、あんまりくどくならないようにしちゃう。ただ、短すぎると違和感がありますので、これより短くしちゃうと、なんか毛みたいな感じになっちゃいますので、ね、まあ、ね、気をつけてくださいね。さあ、で、これ、これね、どっちでもいいと言えばいいんですけども、比較的ですね、こっちの方に倒れてるのが多いです。で、こっちに倒れてる漫画もあるんですけども、まあ、統計みたいな感じですかね。まあ、比較的、こっちの右側に倒れてるのが多かったりしました。で、あとはこれ、均等にでもいいんですけども、がっつり斜線というのは、この片っぽだけでがっつりで、こっちをボーンとがっつり飛ばしちゃう感じ。まあ、そういうがっつり斜線もあります。で、ベタ複合っていうのが、先ほどお話ししたベタを入れて、さらに斜線をその上に入れていく。ね。まあ、ある意味、ちょっとね、癖のある、まあ、こだわり表現ですよね。こういうのもありかな。まあ、具体的にこれ何なのかよくわかんないですけども、ありではある。で、さらに、このね、斜線の属性で書いたときに、もし部屋の中に人がいますよといった場合には、若干工夫が必要。ね、というのは、全部これね、人を書いちゃうと、これって斜線って意味ないじゃんになっちゃうので、まあ、ちょっと飛ばし気味で、でもまあ、ここにいる人物も大事なのであれば、まあ、飛ばしつつも、でもここはまた戻ってきたりとか、まあ、そういう工夫が必要かもしれません。ね、ただね、まあ、これ、もう罰やっても、汚いのはよくないです、もうこれ、鼻毛みたいな感じなんてよくないですからね、こうぐっちゃぐっちゃならないように、ね、ね、よくない、汚い、へへへじゃないですよね、さあ、で、皆さんは、いやー、もっと他にもあるじゃないっていう方もいらっしゃると思います、もういろいろアイデア出していただいて構いません。ねまあ、ただこれねいろいろとまあ、コツはありまして、例えば奥の方にパーツがギューンとついているような場合は、これはね、手前の方から若干少しね、狭くしてあげるといいです。ね、で、同じ角度っていうわけじゃなくて、少し狭くしてあげる感じっていうのも距離感を出せるかもしれません。若干ちょっと厄介かもしれませんが。ね、で、角度は自由です。ね、まあこれ45度でやっちゃってもいいし、22.5 度でもいいし、で、こういうふうに縦に入れる方も実はいらっしゃいます。まあ、ただちょっと窓としてはもしかしたら微妙に見える瞬間もあるかもしれません。カーテンっぽく見えちゃうかもしれませんね。ね、まあでも別に悪いわけじゃないですよ。何やってもらっても構わないんだと思いますが。さあ、で、このね、ベタ属性、斜線属性から来まして、続いてこちら。よいしょ。おしゃれナンバーワン来ました。ね、おしゃれナンバーワン、トーン属です。トーン属性です。で、まあ、なんでしょうね。
あの斜線形が王道的な古典的なという話をしましたけども、トーン属性っていうのがある意味今時かもしれませんね。まあ言ってしまえば簡易的でもありまして、ね、やりやすかったりします。例えば、まあ、一番わかりやすいのが、このトーンベタ貼り。ね、トーンベタ貼りっていうか、クリスタとか、フォトショップで言うと、もう塗ってる感じになるのかもしれませんが、ね、トーンベタっと貼ってる。で、ただ、一部分だけ、ちょっとね、ぼかしを入れる感じっていうのもありでしょう。光ってる感じですよね。ね、で、これ、まあ、トーンベタ貼りじゃなくても、例えば、これ、屋根の軒先の影がそのまま入ってくる。こういうのでも全然構いません。ね、さらにはトーンベタ貼りをグラデにするのもありですね。上から下にこうグラデーグラデーで、ただ白の境界線ぼかしてあげたいという感じになってますけども、普通のグラデーションだと雑誌の音ですね、これもしかしたらバッツンとこう不自然なぐらいにバッツン切れちゃう可能性があります。でなので印刷がいいような月刊の雑誌とかだと大丈夫なんですけども、週刊雑誌だと意外にグラデーションバツッともうカッとカッとカットされちゃう感じなので、その場合は、ね、ブラシなどでぼやっとぼかして、もしくはトーン削って、まあ、トーン削ってる方々にとってはもう常識みたいな感じかもしれませんけども、ぼかしてあげるといいかもしれませんね。ね、であとこれベタ貼りの場合ですね、これ雨の日とかにはベタ貼りにして手前の方雨バーンと入れてあげると、ね、ことちょっとしっとりした、ね、何かこう物憂げな感じの空間っぽく見えるかもしれませんね。で、そうですね、これ、上の方を明るくするも問題なしと書いてありますが、これ上を暗くしてますが、これ逆でも構わないということです。下の方を濃くして上の方を明るくするでも構いませんね。まあいろんな方法をされる方があります。さらにですね、こちらトーン斜線と書いてありますが、まあ要は線画ではなくて、もうトーンをまあなんですかね、削ったり、まあ、切ってるというのか、まあ、こういう感じの表現でも構いません、ね。まあ、ある意味王道的なものではあるけども今時のものにもなるというところですね。一番もしかしたら多いかもしれないです、ね。ただこれをパソコンデジタル調だったらやりやすいんですけども、グラデーションにするのも一つ、ね、ありです。でこれは上の方を明るくして下の方を暗くするグラデーションでも構いませんね。でさらには、はい、来ました、ベタトーン斜線複合、もう全部含めてね、もう斜線もベタもトーンまで含めてね、まあ欲張りね、ね、わがまま窓ですよね、これ。まあでもこういうのも全然ありでしょ。で結構リアリティを追求する方にね、する方の中にはこれしっかり描く方もいらっしゃいますね。なんで奥の方はグラデーションなどで少しね、ちょっとこう色をつけて、で蛍光灯とか描くときにはパースに沿って削るというのが、白くしてあげるとそれっぽくなりますね。まあただちょっとカロリーは高いかもしれませんね。何でもない窓を描く分にはちょっとばかし大変かもしれません。はい、さあ、まあこういったトーンね、いろいろと工夫はできていくんじゃないかなというところですよ。さあね、皆さんもいろいろとね、この属性の中でどうでしょうか。あ、私はこれ好きだなとかね、いろいろと、まあ好みによって分かれます。もしくは作家さんによって変わってきますので、まあそれをねうまく掴んでみるといいです。この漫画ってどの属性なんだろうね、それ楽しんでみるのもいいかもしれませんね。でまあ注意なんて書いてあります。まあここら辺は簡単にやっていきましょうか。見上げてる構図の場合、これね雲が映ってくるのはいい感じですね。ただ見下ろしてる場合、上の方から下の方にあるお家なんてものを見下ろしてる場合、雲を描くとちょっと不自然になるかもしれません。やっちゃいけないわけじゃないんですけども、まあ安易にやるのは少し怖いかもしれませんね。であとお部屋の中から外が見えてる場合なんですけども、まああまり考えすぎなくてもいいと言えばいいんですが、アイレベルね、お部屋の中にある、まあ、カメラの高さよりも下にいっぱい雲を描くと、ここって天井界かみたいな感じになっちゃいますので、まあこの場合は下の方をうまくぼかしたりとかしながらね、まあ、自然な感じできればいいかなと思います。さあ、でまあこれは打足的な感じなんですけども、夜の場合です。夜の場合っていうのはこれね、こんな感じになるのが理想でしょうか。ね、まあ、いろんなやり方あると思いますが、ただ気をつけてほしいのが、これね、なんとなく影入れるのは怖いです。で、これは光が外から来た場合、なんとなく影が入ってくるんですが、中側が光ってる場合はあまりここに入れない方が
いいかもしれませんね。ただこれね、あの電気がついてない場合、電気がついてない場合ってのはこういうふうに月影なども月明かりなども含めてこういうベタを入れてさらに濃いトーンを貼ってあげるのもいいかもしれませんね。まあただ、まあ、夜だったらベタでも全然ありですよっていうところですね。でまあこれ、まあ、ここら辺本当脱足ですね。朝は光が多くて夕方は影が多く、まあそうするとまたね同じ光でもちょっとねまたニュアンスが変わってきますね。であとはそうですね、部屋の中から見える外が見える場合なんですけども、グラデでもいいですよ、ね、上の方が濃くて下がこうちょっと淡くてね、でこれもいいけども、逆にすると外がねちょっとこう空が光ってて地面がぼやけているような感じとか、あとはこういう風にするとですね、比較的隣の部屋がちょっと近いとか家が近いとか、なんとなくねこう物を感じる感じ、まあそこに何かあるんだなって感じはしますね。ね、なのでどっちでもいいです。あとねこれガラスの端っこを少しぼかしてあげるとまたねなんかこう、あここは外に映ってるやつなんだみたいなものも分かりやすくなってくるかもしれませんね。でまあこういった内容、実はこの拝見親の書籍の中には入っていないんですけども、これ多分電子書籍だったら遡って買うことはできるんじゃないかなと思いますが、このコミックレックスさんにて、連載の拝見親でこの内容などをやっておりますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただければと思いますね。さあただね、びっくりした、もうねパソコンって怖いですね、突然何かが変わるね。さあまあただどうでしょうか、ちょっとまとめてみましたが、ボンね、まあ皆さんの中で悩んでしまった時にはこういった、あ私はどれ書こうかなみたいなものね、どっち何か探し出していただければと思いますね。まあ、世の中にある漫画っていうのはひたすら全てが教科書になっていきますので、ね、自分が好きな窓の表現を何か好きな作家さん、ね、を見つけてみてもいいんじゃないかなと思いますよ、ね、でちょっとねこれ見ていただきたいのがありますよ。いしょ、実際の漫画です。じゃあ、ね、こちらは椎名隆先生の絶対カレンチルドレンの作品でございます、ね、でここにねよいしょ窓があるんですけども、はい、でこの窓の表現見てください。でここはベタベタ、ここはトーンだけベタが落ちてます。ここベタですね、いや、なんか結構見えてるんでしょうか。ここはトーンだけ、でここベタ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 、トーン、まあトーンだけ何もありません。でこの奥の方はトーンだけね、つまり窓によっても変えてもらって構いません。でまあこういう風に書いてみるとどうでしょう、リアルですよね。なので何かこれに決めたとなったら一辺倒に書くわけでもなくて、ね、より窓っていうのはもっともっと工夫ができて自然にもできるところでもありますので、ね、まあこういうところ気にしてみるだけでもすげえことしてるんだな、プロの漫画家さんのそのアシスタントさんのその技術ってものにね目が行くだけでも随分漫画読むときに、おっこれは襟を垂らして読まないと、そんな気分にもなる瞬間があるんじゃないかなと思います。はい、さあね、まあ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 、とはいえ拝見美塾ではですね、まあ、窓の話はそんなに出てこないんですけど、ちょっとだけこれ出てくるんですが、拝見美塾の初級講座 DVD をただいま発売しておりますね。拝見美塾の公式のホームページなどから詳細ご覧いただければと思いますね。もうひたすらもう拝見美塾では皆さんの背景のアイデアというものをみんなで模索していろんな形で出していく授業をやっておりますので、オンラインなどでクリスタの講座なども行っております。もう本当にねこう皆さんの刺激、まあ、助け、何か糧になっていければというふうに思いますね。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では今日の拝見美塾の動画はこれでおしまいになります。皆さんまた次回も見てくださいね。